動画時間10分で毎日投稿すると死にます。どうもオープン主です。今回は前回建てた家の改良と内装を作っていきます。ちなみに次回のネタは決まってません。というわけでスタート。まずは外装を改良していきます。一つのドアを真ん中に置きます。今は階段を一つ増やしてます。これでドアが真ん中になりました。適当にフェンスを置いたらなんか良くなったかも。ここもトラップドアで装飾します。今回は前回のコメントを参考に改良を進めてます。外も装飾していきます。これも視聴者さんに教えてもらいました。花壇やツツジを置くといいらしいのでコンポスターの上にツツジの花を置いていきます。すでに前回より良くなってるんだぜ。さらにそのコンポスターの上にトラップドアを設置していきます。いやここ置けないんだが、こうすると奥が見えるからダメだな。奥にコンポスターを置いて、トラップドアを閉めてツツジを置けば完璧。引き続きトラップドアを置いていくんだぜ。ここをちょっと整地します。家建築し始めてから結構整地する機会あるな。ちなみに僕は整地あんま好きじゃないです。めっちゃめんどい。柱も装飾していきます。とりあえずトラップドアを置いて、松明を置きます。全部同じように置きます。ということで暇なので、コミュニティで募集したマイクラナイナイ、を紹介していきます。まずは固定コメから。ゾンビを倒したかったのにパーフェクトチキンジョッキーばっか出て倒せない。あーこれはよくありますね。一生かけてもないわ。じゃあ次行ってみよう。動物殺したり死んでリスポーンしたりする時の感触がマジでリアルだから確実に精神病む。これも共感ですね。どこが？エンダーチェストが普通のチェスト。確か 95% くらいの確率でそうなるんだっけ？絶対ないって加工確率だな。レアバイオームが見つかりすぎて飽きるプレイヤーが多すぎる。あーこれもあるあるですね。ない？絶対にない。命が大切。確かエンダーマンとブレイズとエンドラが倒せないのでエンドラ討伐が不可能なんですよね。実際にマイクラがこうじゃなくてよかった。ブロックを壊すと器物損壊罪。あーそれもあるあるですね。ほとんどのマインクラフター器物損壊罪。最初からワールドに気がない。あーそれもよくありますね。絶対にない。ということで食稼ぎもできたことだしマイクラナイナイはここで終わります。というわけで早速家の内装を作っていきます。まずはラージチェストを4つ置きましたので中にアイテムを入れていきます。金床、作業台、あとはかまどを3つ置きます。溶岩売り場ケツにはお前が溶けた溶岩、これをかまどに入れてお前はここで死ぬという名前の紙をかまどに入れます。めっちゃ下手な2段ベッドを作りました。スケさんの頭をお前の頭という名前にします。なぜに英語にした？ラージチェストにぎっしり詰めます。続いてお前の肉という名前のアイテムを作っていきます。そこは英語にしろよ。まあお前の頭以外は全部アイテム名日本語なんだけどな。これもラージチェストぎっしりではなくこのくらいにしておきます。さらにお前の骨、お前で作った甲羅というアイテムも金床で作ります。作ると言っても名前変えるだけだが、あとは適当に防具盾を作りました。ここにまた仕掛けを作っていきます。穴を掘ってその下にコマ風呂を置きます。そしたら放電を召喚するコマンドを、もう片方にも同じコマンドを入力します。こんな感じで装飾します。看板にはここに盾とでも書いとくか。あとここに置いてたレッドストーンは撤去しときます。最後にここから脱出されないように仕掛けを作っていきます。こんなコマンドを入力します。感圧板を踏むとこんな感じでドアが岩盤になり脱出できなくなります。ドアを開けて入った時点で岩盤になる仕様。というわけでいかがでしたか？今回は家を装飾していきました。個人的に前回よりかなり上手くなったと思うので、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画で。あれ？こいつは？